北朝鮮の金正恩国務委員長が中国芸術団のバレエ舞踊劇を李ユキオ夫人と共に鑑賞した。朝鮮中央通信が17日、報道した。通信は、金正恩同士が李ユキ女子と共に、4月16日、東平壌大劇場で中国芸術団のバレエ舞踊劇、 赤い女性中隊を観覧されたと伝えた。劇場では相当中国共産党中央対外連絡部部長や立信軍北朝鮮駐在中国大使、中国文化及び観光部副部長らがキム委員長を出迎えた。キム委員長は講演後、主要俳優陣と握手を交わし、講演成果を祝福して記念撮影にも応じたということだ。